はい、こんにちは、関達也です。今日はですね、もう夏が近づいているということで、断捨離みたいな感じも兼ねて荷物を整理しております。はい、よいしょ、まずベッドの下こんな感じで、今ちょっとごっちゃごちゃになってますけど、実はあのスーツケースとか、あとはサマリーポケットから衣類の荷物を3つ取り寄せて、それらを整理してですね、車をもう少しでも軽く、あそこの場所も広くしていこうと思います。はい、おくーちゃん何やってんの？爪切りして。爪切りね。いや、しかし爪切り終わった。足の爪と手の爪が綺麗になったの。およかったよかった。ほらほら、どこ置いてんのそれ、爪切り。え、だってこれ今からこのリモアのスーツケースを2つをやるぞ。えいえい、さらに。はい、今整理の途中です。はい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 、まずこれは、くーちゃんこれ見て、これはこれでも微妙やな。140は入らんね。もうどこ見て見て、ここ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 、くーちゃんこれに全部入ったよ。はい、で今からこの教科書を全部立てられるかな。意外と潰れて、重さがあるから潰れてる。よっしゃ、はい、こんな感じで PP 番号がついてたのかな。何食べてんの？ん？抹茶のあれ。あれノーラ。グラノーラ。必要なものをひとまず持ってきました。まだ片付けは続いてます。新しい段ボールを買って整理したいなと思ってます。あとはベントラの中を整理と。閉めてくれへん。これ自動ドアだよ。何言ってんの？ああ、随分と綺麗になったと思うね。パパ、終わって、あら？パパどうしたの？パパ、救急車。何？よかったよかった。何？今何やってるのかなって思って。いや、初めてここで寝たよ。寝ないで。掃除して除菌したら気持ちよくてさ。だからってこれはないよ。疲れたんだよ。これさ。え？夏めっちゃこれ気持ちいいと思うよ。何やってんの？これでさ、フローリングをさ、拭いたんだよね。え？あ、これじゃない。これ。こっちでした。間違えちゃダメ。これにこれを挟んで、こうやってゴシゴシゴシって。めっちゃ気持ちいいね。して広いじゃん。だからって床に転がる理由にはならない。いや、ほら、フローリングで寝たりするっしょ。ほら。寝ないよ。ここから、ああいいね。いいねこれ。あ、どうも。どうも、こんにちは。はい、やってます。あ、ここ有名な蕎麦屋さんだと聞いてきたんですけど。いや、逆やろ。今日パパがお客さんちが。ああ、はい。はい、やってます。あ、いらっしゃいませ。やってません。今日も終わりです。時短営業ですね、はい、あ、何時までですかいつも。あ、また来ます。あ、なんで。スーツケースがなくなってめちゃくちゃすっきりしました。いいね、やっぱりなんか広くなった気分です。おお、今日はサバほぐし、わかめサラダにご飯、そしてお肉を買いました。じゃあ今からお肉を焼いていきます。屋根に穴開けてでも換気扇つけようかなと思ったんですけど、なんかこれバッチリですね。これでいい感じで換気できます。できました。おー、いいね。はいはい、もうくーちゃんは食べておりますね。うん、食べてたやろ。はい、わかめとお肉、おいしい？うん、よかったね。